Casa. お天気がいいので散歩しております。もうそもそもグロムはね、散歩用に買ったんで、その辺プラプラするためだけのバイクっていうことで、ああそうか、ちょうど1年か。多分去年の3月末に買ったんで、ほんとちょうど1年ぐらいですね。いやー、こんなにハマるとは思わなかったですね。すっかりグロムの虜ですわ。なんでしょうね、やっぱりバイクって排気量がでかければいいと思ってましたけど、全然そんなことないですよね。まあちょっとね、沖縄の高速道路が結構砂利が浮いて、砂利が浮いててですね、すごい滑りやすかったんですよ。で、しかも風が強くてですね、まあ、沖縄は風が強いのかもしれないですけど、まあ、島ですし、山、高い山ないですからね、結構風に振られてですね、もうずっともう、なんていうんですかね、こうハンドルにしがみついて、あーみたいな、怖いみたいな、でね、ちょっと那覇から美ら海ですわ、美ら海水族館まで行こうかなと思って、レンタルしたんですよね。結構距離あるんですよね、美ら海まで。で、もう行ったら帰らないといけない時間帯だって、そのレンタルの時間的に、で、ほんと15分ぐらいで館内見て回って、帰りましたね、那覇に。まあまあ、そういうわけでね、やっぱり排気量がでかい、パワーがあるとかっていうのはやっぱりバイクの楽しさの、そのある種のバロメーターっていうか指標にはなるとは思うんですけどね。ほらね、もうでかけりゃいいってもないですしね。そういや、あの元ブロガーが有名、最近話題ですよね。もろ男性器の名前を模したライダーがいますけど、あの方39なんですね。割といい年こいたおっちゃんが、おちんちんとか言いながらバイク乗ってるとか相当面白いんですけどね。Z4 だ、まあそうありたいですよね。俺もあんまり年変わんないんですけど、彼のように生きればどんなに人生というのは楽しいことかと思いますよね。やっぱりね、なんていうんですかね、人生って大体辛いことの方が多いと思うんで、楽しんだ方が勝ちなんでしょうね。うんこちんちん言いながら40になってもうんこちんちん言うと、これがやっぱり人生を楽しむ方法のような気がしましたね。あの元ブログを見ながら、いやー真似できねえなー。いやーねー、まさかこんなにカスタムにするとは思わなかったですね。今もう本当サスペンションだけじゃなくて、マフラーだけじゃなくてサスも変えたし、カムまで変えましたもんね。考えられないですよ、自分ではもう。バイクに乗ってですね、多分もうすぐ20年とかになると思うんですけど、俺一度も自分でオイル交換ってしたことないんですよね。そんな人がですね、いろいろ自分でカスタムするようになってしまったと。まあ買った時にですね、なるべく整備は自分でするっていう風に決めたんは決めたんですけどね。
まあなんていうの、それはもうチェーン伸ばしたりとかチェーンの張りを変えたりとか空気圧見たりっていう程度のことしか考えてなかったんですけど、まあ、マフラーぐらいは自分で変えれるかななんて思ってたんですけどね。本当にね、整備素人ですからね、特に電気系やばいっすよ。うん、プラスとマイナスノリで決めるみたいな感じでしたからね、ちょっとヒューズがあるから大丈夫みたいな。やってんのかな、グリサーズ、グリーサーズか。おーいってどこ止めたらいいんだろう。痛いな。あ、ちょっと痛いんじった。